これ猫が取り付いとる、うん、猫が取り付いてるのなくて、でもそうなんかもしれん。猫が化け、うん、かあのお店で飼ってた猫が夜な夜な出てくる、うん、で、そうそうそう、そしたらある人が旅人がその猫が化けてるっていうのに気づいたのね、うん、そしたらその猫が人間を食らってたの、あっていう話なんよ、本当は。うわ、じゃあ食ってする俺、猫関係する。でも女の人、女の人、それはさ、なんか聞こえたの。そう、すごい動画の動画の絵になる、うん、すげえ、鳥肌がもうブルブルって。本当だわ、本当だわ、寒い、うん、そのまま私も気持ち悪かったよ。ね、これはね、まあどう言ったらいいかっていうと、今ここから木から、うん、ただ木から頼ってみると、要は猫が化け猫なんじゃなくて、人間が猫が人間に取り付いた。あ、なるほど。と思ってくれればいい。あ、分かった。うん。取り付かれた女の人を、まあ、殺して埋めたと。そういうこと。あまりにも悪さをするために。なるほどね。うん、その女の人。そう。人間が送ってたっていうよりかは、うん、逆か。逆なんだね。うん。取り付かれた女の人が悪さをしてたんだ。そう。そういうことか。そう。猫が化け猫になったわけじゃなくて。猫の霊が取り付けたんだ。そう、そういうことだと思えばいい。物語は逆になってるんや。うん、いい場所やろ。いい場所。今泣き。こんなにムシッとする中に、すっげー寒い風が吹いてる。わかるよ。すごい。あとね、この女の人がね、すごい悲しい。うん。だって取り付かれてない時は普通の女の人なのに、なぜ私は殺されられないのっていう。これは皆さんちょっと来るとこですよ、皆さん。これはいいです、うん、ここ、見た人来るべきですね。ここだったら体感できるかもしれない。これはすごいわ。こんな木初めて見た俺。今までさ、関ヶ原の気持ち悪い木あるって言ってたじゃないですか、うん、それよりかもはるかにすごい。へー、めっちゃ怖い。これこの裏のこっちも、うわっ、やめよう、頭痛がしてきた今。こからか、こからか。裏も良くないよ。多分分かると思う。こっから。あ、分かる。あ、足重い。うわー、すごい。ここはもうすでに私下半身おかしいの。あ、分かる。うわー、これは。この木自体がもう呪われてるっていう感じ。化け猫の話を聞かされてたらさ、うん、子供のとこから。まあ化け猫でしょうね。だって要は、うん。あれ。なんでここ来ると私おえってなって。多分ね、これはおえってくるよ。うん、おえってなって、うん、いつもここ来ると膝やらも痛くなるんやって。足が。今斜めでしょ。いや、重いよでも。でもめちゃめちゃ痛い。あんまない。いや、俺もうすぐ結界張ったもん。うん。これはすごいわ。いや、でも来るべきだと思う。女の人は来た方がいいと思う。なんで？なんか私ここ好きで一人でも来てたのに。うん。全然いいと思うよ、女の人だったら。なんで